もマイペース男です。はい、本日はですね、都立大学駅に来ております。はい、こんな感じです。最近結構自由が丘でね、よくウーバーウォーカーをね、朝やったりしたんだけど、まあその近くではあるんだけど、この間前回朝ウォーカーやった時はね、朝マック狙いだったんだけど、ちょっと取れずに惨敗したんで、今回は、都立大学で、都立大学の方がね、もしかしたら入るんだよね。サンマルクカフェもあったりとかね、結構飲食店多いんですね、この辺はね。はい、なのでちょっと今日の朝ウォーカー9時から11時、2時間ぐらい、都立大学でちょっと検証してみようかなと思います。というわけで、はい、一応オンラインにはしました。今 1.6 倍ブースト、まあ、朝だから染みはついてないけど、とりあえず今日はね、朝とりあえずこの辺で、とりあえず待ってみたいと思います。はい、ですね、もう都立大学来てまだ5分も経ってないんですけど、ちょっとね、あ、また雨が降ってきましたね。さっきちょっと見たらね、天気予報にね、なんか目黒区付近雨雲来てますみたいなのが来てて、昨日確認した時はね、雨降る予定じゃなかったんですよ。今も見ると別に曇りのち晴れなんで雨ではないんだけど、雨雲レーダー見るとね、まもなく雨が降り始めますになってて、いやー、これちょっと僕が稼働する11時ぐらいまでがっつり降るっぽいんですよね。まあでも逆にこのね、雨の時っていうのは注文入りやすいんですよ。前回の二子玉川とか、まあ、自由が丘の土砂降りの時もだけど、雨が降ってから結構注文になったんで、ある意味期待かなっていうところでプラスに考えます。とりあえず屋根のある場所にね、移動しようかなと思います、ね、結構降ってきたよ、いきなり。ちょっと動画じゃ分かんないレベルだけど、いや、しばらく高架下で待ちますか。あっちの方はね、エクシオールカフェとかね、吉野家とかあるね。こっちは東急ストアがあります。はい、皆さん時刻は間もなく10時ですね、動画編集してたら案外時間経ってました。まさに注文はなりません。雨はね、さっきよりちょっと弱まってきたかな。まあちょっとね、ブラブラしますかね。注文入んないとね、取れ高ないんでね。朝散歩しました。朝散歩、サボテンもあるの。はい、こっちはね、イオンとかあるね。とりあえずブラブラしますかね。いや、ほんとね、でもこの間の学芸大学もそうだしね、都立大学とかもね、この辺ほんとお店多いんだよね。ここ一番屋があったり、松屋があったりね。ほんとね、でね、住宅街もすぐ入ると住宅街、マンションあったりとか結構するんでね。ほんとタイミング次第では注文入ると思うんだけどね。なかなか入んないですね。はい、緑道沿いですね。この辺はよくね、ウーバーイーツ、自由が丘とかでやった時に、この辺のお店飛ばされますね。ね、松屋とかね、ココイチもこっち側からも入れたりとかね。結構ね、この辺タピオカ屋があったりとかね、結構いろいろあるんですよね。奥には唐揚げ専門店とかがあったりとか。あっち多分タピオカ屋かな。いやね、天気がいいとね、この辺の通りとかすごく綺麗でね、散歩日和なんだけど、今日はちょっと微妙な雨が降ってますね。まあ、マシな方だけどね。はいはいはい、この辺ですよ。じゃあちょっとまたこの辺でしばらく待ってみますかね。ちょっとどうなるかわかんないですけど。コーヒー店、ここもウーバーイーツ加盟店かな。麻婆豆腐屋があったりとかね。じゃあしばらくこの公園で待ちたいと思います。現地で待ちます。はい、皆さん、今時刻がね、10時30分になるとこです。で、まだ注文は入ってないんだけど、なんかね、やっぱちょっと周りを見ると結構傘を差してる人が多くて、あれ、雨降ってるかそんなにと思って、今上を見たんです。そしたら、はい、なんとこんなとこに謎の傘が引っかかってる。こんなことある？こいつがね、僕が雨に濡れるのを助けてくれてましたね。いや、もうなんか、あれ、俺んとこ降ってないけど、みんな周りなんで差してんだろうみたいな思ったら、こんな謎の奇跡がめっちゃ面白いこれ。はい、お世話になります。はい、お疲れ様でした。というわけで今ね、時間が11時になりましたので、この後ちょっと予定があるんで帰ります。はい、今回もね、ちょっとやっぱ注文が入んなかったんで惨敗という感じです。まあね、ちょっと本当にね、ウォーカーはね、運だから、その場所がね、お店というか、そのまあお店からの、自宅までの距離がね、本当に近いところしか入んないんで、まあ、その近いところから注文が来ないとなかなかね、成り立たないんでね、まあ、本当に運だと思います。はい、また
ね、駅前戻ってきました。はい、というわけでまたね、こんな感じで検証していきますんでね、